はい、この問題もね、コンデンサーの勉強するときに必ずですね、最初の方に出てくる定番ですね、必ずマスターしとかんと後で困るという内容です。優しい問題ですんでね、必ず理解しておいてください。はい、それではこの問題をね、解いてみます。まずは、W イコールですね、2分の1 CV 事情ですから、これは2分の1イプシロン0、D 分の A の V の事情ですね。で、A は何書いた、これ、面積ですね、はい、でこの場合やったら1平方メートルですね。それから D ですね、これ間隔ですな、隙間ですな。これは 2×10 のマイナス2乗メーターですね。はい、したがってこれは W イコールですね、2分の1 9×10 のマイナス12乗かけ 2×10 のマイナス2乗の1ですね。それから、かけることの2000の事情とこうなります、はい、そうするとこれ消えますんでね、 9×10 のマイナス12乗かけ10の2乗かけ 4×10 の6乗ですな、はい、36かけ、10のマイナス4乗ですね、はい、だからこれは36かけ10のマイナス1乗かけ10のマイナス3乗とこうなりますんで、これですね、 3.6 ミリジュールとこうなりますね。